平成27年12月、例年以上にノロウイルスが流行している相模原市。なぜノロウイルスが増加しているのでしょうか。今回はノロウイルスによる感染拡大の一つの事例を紹介します。息子が幼稚園から帰ってきたら急に吐いちゃって、なんだかノロも流行ってるっていうから、うつらないように気をつけなくっちゃ。その後、一段落した相生さんは料理を作り、家族みんなで食べました。あー気持ち悪いな。お腹も痛いし。今日仕事休むかな。あ、今日体操教室だ。仕事休めないな。体操教室終わったら帰ろうかな。相生さんは仕事の変更はできないと自己判断し、出勤することにしました。職場に着きましたが、状態は良くなりません。結局誰にも言えず、体操教室を開くことにしました。皆さんこのまま待っていてください。今片付ける道具持ってきますね。スタバさんは片付けるためのものを準備するため急いで行きました。スタバさんはオート処理セットを取りに行きました。確かここにあったはずなんだけどな。何が必要なんだっけな。あ、ほら、あった。あと消毒液も必要なんだけど、あった。なんかずいぶん前から置いてあった気がするけど、まあいいか。これで全部揃ったかな。マニュアルがあった気がするけど、とりあえず先輩に聞いてみよう。準備できたわね。急ぎましょう。はい、お願いします。準備ができた二葉さん、千代田さんは現場に急いで行きました。さんたちを待っている参加者たちが教室でいろいろ話をして待っていました。いや、双葉さんも大変ですね、これ。そうですね、まあ、でもきちんとちゃんと処理してくれると思いますよ、ね、橋本さん。しかし、なんか随分匂いがこもってますね。そうですね、言われてみると。お待たせしました。準備しますね。ドラムちゃん、新聞広げて取って、はい。袋に入れて、
もらえれば大丈夫ですかね。ミラハニーが取れればいいわよ。ミラハニーも取れたし、これぐらいで大丈夫ですね。いいわね。外れていきますね。久しぶりだったんで、頭真っ白になっちゃいましたけど、なんとかうまくいきましたね。よかった、うまくいったね。お疲れ様。一通り処理を終えたようです。その後、双葉さん、千代田さんが話し合い、本日の教室は中止して明日再度行うことを決めました。じゃあ今日の教室はこれで終わりにしますね。また明日集まりましょう、はい、じゃあ皆さんアルコール消毒してから帰ってくださいね、はい、じゃあ手出してください。映りませんか ね、アルコールが効くから大丈夫ですよ、うん、藤見さん、大丈夫ですってもう聞きますから、うん、じゃあ皆さんお疲れ様でした。気をつけて帰ってくださいね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。私、ちょっと気になるので、はい、手を洗ってきますね。はい、心配性ですね、藤見さん、ね、心配性大丈夫ですよ ね、 あ、そうだ、矢部さん、そんなことより実はドーナツがあるんで、はい、え、一緒にドーナツですか。座って食べます。じゃあ、そこに、はい、あ、ごちそうさまです。美味しそうですね。いただきます。そうして今回の教室は終了となりました。一方、相生さんはというと、はあ、やっぱり来なきゃよかったな。最後に部屋の消臭スプレーをして終了しました。昨日と同じように体操教室のため藤見さんは集まりました。しかし、もう開始時間になるのに誰も来ないな。何やってるんだろう。すいません、スタッフの千代田さん、双葉さんとですね、あと他の参加者の皆様が、ポート理由のために今日休んでおりますので、今日の教室は中止させていただきます。え、なんでみんなに移ったのかな。このように、体操教室に参加した方々が、ノロウイルスに感染してしまいました。どうしてこのようなことが起きてしまったのでしょうか。